はい、皆さんこんにちは、熊谷そもそです。このチャンネルではジャズレジェンドのパクリネタを僕なりの解釈でシェアしております。皆さんよろしかったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、今日はまたブラッドベルド の、 上級者フレーズいきたいと思ってるんですけど、前にもやったビーウィッチとの譜面の中から一箇所取り出してやっていこうかなと思ってるんですけど、ビービッチとのヨドマイナーから一度メジャーに行く部分で使ってるフレーズがありまして、それがとてももう本当の些細なとこのいじりなんですけど、それで結構雰囲気が出るんですよね、その上級者感がね。なのでそこ行ってみたいと思います。ちなみになんか僕寝てる間に舌噛むんですよね最近で、このベロのこっちの方噛んじゃって喋りにくいんで、ちょっといつも以上に発音が変かもしれないんですけど、そこはご了承くださいということで、いってらっしゃい。はい、それではブラッドメルドーのビーウィッチとの中からのフレーズなんですけど、C メジャーでやってますね。まあここのこのあと E フラット7行って C メジャーでもいいと思うんですけど、このパクリ譜面はまあここの部分は F メジャーから F マイナーに行ってるって書いてるんですね。次このまま F マイナー、まあこれいずれにしろヨドマイナーから1ドメジャーに行くっていうところで使いたいので、別にルートが B フラットだったら、まあ B フラットサスポになるんですけど、それは置いといて、もうここだけ取り出して使いたいんで、これすごいいいなと思ったのがありまして、こんな感じでっていくんですよ。何がいいかなっていうと、ちょっとふわりはみたいな感じなんですけど、まあこのバラードだしふわり結構自由にこうね動けるんで、このまんまやる必要は別にないんで、このなんつうかこの音のチョイスですよね、これがすごいいいなと思って、もうここでぴったり入りたいぐらいですね僕は。Cメジャーの時 F マイナー7 C メジャーっていくとこで、この押さえ方もモロブラッドメルドって感じのサウンドだと思うんですけど、まずヨドマイナーの時にヨドマイナーの F マイナーの、まあ、F マイナー押さえ方もちょっと変わってますよね。普通一般的にはこれまあ基礎編というか、3フラット3の5セブンスナインスを押さえるんですけど、 F マイナーそれを5を抜いてイレブンスにしてますね。でちょっとなんか浮遊感のある感じですよね。で右手なんです、右手これフラット13スから入りますね。結構ズレ感あるじゃないですか。でこっちはセブンスですね、 F マイナー行った後に13スに来るんですよ。ここに向かってこれあれですよね、なんていうかエオリアスケールだったらフラット13がまあ普通なんですけど、まあ、ここヨドマイナーなんでエオリアでもないんで、まあドリアンスケールが無難かなと思ってるんですけど、ドリアンスケールはこの13入るじゃないですか。だけどエオリアスケールで使うフラット13と13をどっちも入ってるんですね。ちょっと暗めのマイナーから明るくなる感じっていうのが
これまた上級者だなと思ったわけですね。で、まあおまけじゃないんですけど、この押さえ方、これももろブラッドメルド、コード、これ C メジャーです。 C メジャーの、まあ、メロディーが5度のとこ来てるんですけど、 C メジャーの5度で、左手も593といって、なんつうんですかね、これ結構素朴な、まあクラシック的なサウンドでもありますよね。ナイスだけ、あとは53、すごいこういうのいいなと思って、で何使えるかなと思ったんですけど、例えばチェロキーとか、ここでこうやっていいじゃないですか、これ E フラットマイナーのフラット13から7スいって、13スいって下がっていって E フラットの5度に来るんで、 B フラットの時はさっきと一緒で593ですね、みたいなフレーズとか、あとまあボディ&ソウルのサビ、ここで G マイナー、ヨドマイナーですね。これちょっとさっきの左手の押さえ方だと高いし低いんで、まあ、同じ構成音でやるならこれなんかこれも使えますね。Gマイナーの7th、9th、フラット3度、11th で、ここで G のフラット13、7th、13、54、フラット32。まあこの曲は C7 いくかな。Gマイナーだと C7 行くんだけど、まあ、無視しちゃって、ここ別にベースがこう行ってもサスフォーのままいけるんで、 Gマイナーこうやって押さえとけばいいんじゃないかなみたいな。で次はまあ1度じゃなくてちょっとサンドマイナーっていう感じですけど、 F シャープマイナー、まあ、この F シャープマイナーのフラットサンドの音 A の音に落ち着くんで使えますよね。ちょっとミスった的な、これいいっすよね、ここのズレ感非常にいいと思います。以上です。はい、ということでお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。あの上級者フレーズですね、あそこフラット13と13をこう混在させて、ちょっと不思議なフレーズになるあたりが本当ブラッドメルドのすごいところだと思います。もうすぐ3月になっちゃいますね。早いですね、早いですねと何回言ったことでしょうかね、もう年取ってからね。皆さん引き続きチャンネル登録よろしく。さよなら。